ろしくお願いします。それでは、本日の文献紹介の方を始めさせていただきます。今日紹介する論文は、Detecting and Explaining Causes from Text for a Time Series Event っていう、論文になっていますと。で、EMNLP 2017の比較的新しい論文なのかなというふうに思います。はい。で、この論文の概要なのですけど、時系列データと、テキストデータの間の因果関係っていうのも調査しましたと。で、その結果をもとに、時系列イベントの説明を生成するモデルっていうのを構築したっていうのが、この論文でのプロポーザルっていうふうになっています。具体的にはテキストと時系列データが与えられたときに、その時系列データの説明をする、連鎖のようなものを作ってあげるっていうような形になっています。実際に見てもらった方が早いかなと思うので、導入になっていきますと。因果関係を一から説明するっていうのは、ドメインの深い知識というか、かなり意味理解が必要になってきて、今の技術で、それを達成するのは難しいというふうに、筆者らも論文中で述べていますと。で、ただその因果関係のペアっていうものを収集して、リンクさせることによって、技術的に説明をすることは可能だろうということで、以下のような形で、その因果関係っていうのを、チェインですかね、その、矢印、ここでは矢印なんですけど、矢印で結びつけてあげて、最終的に、例えばこれであれば、そのパーティーからそのフェイスブックの株価がなぜ落ちたのかっていうのを、単語列っていうのもちょっとおかしいですけど、つなげて説明するっていうのを、ちょっとやってみようっていうのが、この論文中での、ものです。はい。で、ここでの因果関係っていうのは原因と結果だけでは、なくて、事実と事実をつなぎを合わせるようなものっていうのも、含まれますと。何々が起こったから何々 で最終的に何々になりましたみたいな形で、もう常に原因と結果だけを結びつけるのではなくて、間に何かこうそれを説明するためのものが入るので、必ずしも原因と結果だけが、因果関係として推測されるわけではありませんと。で、これをそのこのチェインですね、チェインを抽出するために、いくつか章っていうのを、提案して実際に実装を行っています。で、理論に入っていきます。まず、因果関係を、どのように抽出するかっていうことで、C スパイクっていうものを、使っていますと。で、グランガー・クローザリティ・リグレッションという、この手法は比較的古い手法というふうに書いてあったんですけど、その手法を用いて、因果関係を抽出するような形で試みていますと。で、まず、因果性抽出ということで、まず因果関係を抽出するためには、その因果関係を抽出できるような特徴を捉えてあげる必要性がありますね。で、その因果率が最大となるような特徴を抽出する、ことをまず一番初めに考えますと。で、式というか、こういう形の、式ですね、式が与えられているんですけど、その因果性が最大になるような、F、フューチャーっていうのを取ってあげますよっていうのが、この式で、C が因果性ですね。で、これ因果性を計算している、なんかの関数になっているんですけど、この Y が時系列データで、時系列データを入力して、で、このファイですね、F の線形結合という関数に、その時系列すいません、時系列から抽出した全ての特徴量と、時系列データっていうのを入力してあげて、で、そこからこう、ごにょってやって、その、あれですね、C が最大になるような F っていうのを、求めてあげようっていうのが、この関数で言ってることですね。で、さっき言った、グランガー・コーザリティ・リグレッションっていうものなんですけど、中身は非常に簡単で、時系列データ X が時系列データ Y の原因になっているときに、Y のみで未来の Y1 を予測、あ、すみません、未来の YT を予測するよりも、X と Y 両方使って予測した方が、良いだろうっていう、推測に基づくものです。これ、当
然その何かを回帰分析するときに、前の時間以前の時間のグラフの予測だけじゃなくて、これこれこういうイベントが起こったから当然こう落ちるよねみたいな、当然その組成として加えた方が精度が良くなるって、まあ非常に当たり前のことを言っている部分の文章なんですけど、まあ、YT を予測、精度良くさせるた予測すいません精度よ精度よく予測させるために、まあ、アルファとベータっていうのを、まあ、学習させるっていうのが、まあ、この下の式ですね。でもしベータが0の場合は当然この項がなくなるので、アルファっていうのは y の現在時間よりも前の y のみを使って予想しているっていうことなんで、この場合は、ここの x の部分が、だから入力する、時系列データですねっていうのが、まあ、全く役に立っていないっていうことを、まあ、表していますと。でベクターオートリグレッシブモデル with、クソゲノースバリーアフルズっていうのをまあ考えてあげますと、これ、外性変数付き自己回帰モデルと呼ばれるものなんですけど、まあ、この式の α と β っていうのが、まあターゲットとソース yx に対して、まあ、それぞれの係数行列になっていますと。で、このイプシロンっていうのが、各時系列の予測誤差になっていますと。で、まあ、ここでそのデルタ、ちょっと βyfl、まあ、これですね、これっていうのを、まあ、遅延 L で、あ、すいません、遅延 L ですね、すいません、遅延 L で、特徴量 f を入れた時の β の分散の増減というふうに、まあ、考えてあげると、さっきのその、C、この C が、まあ、このように変形できますと。C の yx は、まあ、こういうふうに変形することができますよと。まあ、こうすると、因果性っていうのをまあ求められるようになります。はい。はい。で、まあ因果性が求まったら次グラフの構築に入っていくんですけど、まあ基本的には一番最初に言ったように原因と結果 y をつなぐグラフっていうのを構築してあげますと。で、まあここでは2つのグラフっていうのを用いて構築しています。1つは C グラフという手法、もう1つはニューラルネットを使ってあげる手法、まあざっくりなんですけど、になっています。で、まあ C グラフを用いる手法なんですけど、まずセマフォアと呼ばれる、まあセマンティックパーサーで、まあそこら辺にあるツイートや、ここでは、ニューヨークタイムズの、新聞などから、まあ、大量のテキストデータっていうのを解析してあげて、フレームネットのラベルっていうのを付与してあげていますと。まあ、こういうのが、あ、この、すみません、これですね。で、構図チェンジなどのまあ関係っていうのをその次に、まあ、抽出してあげて、原因や関係や結果などの組を作ってあげますと。まあ、なんで、例えばここだと、その、そうですね、まあ、メイクスコーゼーションっていうので、まあ、ツイッターが構図で Love People You Never Met Facebook っていうのがエフェクト、まあ、みたいなこういう関係っていうのをまあ抽出してあげますと。で、まあ、この抽出してあげた組っていうのをまあつなぎ合わせてグラフを構築してあげます。で、まあ、このグラフの構築なんですけど、まあ、非常に単純というか、まあ C のその因果率の関係ですねの値などで、まあ、域値を設けてあげて、まあ、どういうふうにグラフをつなげていいかっていうのを探索を行ってくっつけてあげるっていうような手法になっています。はい。で、まあ、もう一つニューラルネットの方なんですけど、まあ、これはフレームネット、先ほどの手法は、まあ、フレームネットに完全に依存してしまうため、まあ、フレームネットにないものとかそういう関係っていうのは抽出することができません。なので、まあ、筆者らは LSTM っていうものを、まあ、用いて、まあ、同様の関係を抽出するモデルを、まあ、構築して、まあ、実験を行っています。はい。ちょっとざっくりとした説明しかしていないんですけど、実験の結果について説明します。まあ、基本的にテキストデータとして、Twitter からクロールしたデータと、まあ、Google ニュースからクロールしたデータっていうのを、用いています。で、まあ、そこをチェインする、結果となる時系列データなんですけど、まあ、NASDAQ とか、
NYSE の2001年から今までの株価データ、まあ、6200社分っていうのと、2012年の、大統領の選挙のデータっていうのを用いて、まあ、このテキストとこの時系列データの間の、まあ因果関係っていうのをまあ抽出してあげようっていう試みをまあしていますと。はい。で、端折って説明をするんですけど、これはその、予測を因果率を、その時系列データというか、時系列データじゃないですね。あ、時系列、すみません、時系列ですね。時系列データを、まあ、当然予測させているので、誤差が分かりますね。C の誤差が。で、その C の誤差を、まあ、二乗誤差で、まあ、求めてあげたっていうのが、まあ、この表になっていますと。まあ、この表、何が言いたいかっていうと、まあ、結局どの組成を使うのがいいのかっていうのを、まあ、表しているものになっていますと。で、まあ、その先ほどのこの表の中での、そうですね、この表の中での F の組成として、単語の N グラムであったりとか、感情分析結果ポジティブネガティブの判定みたいなものを、まあ、組成として、まあ、使ってみて結果何が良かったっていうのを、まあ、この表で表しているんですけど、まあ、結果として、まあ、当然全てを表すこれがコンピレーションになっているので、あ、すいません、コンポジションですね、すいません、コンポジションになっているので、まあ、このコンポジションを入れた方が、誤差が少なくてより正確な、予測ができているっていうふうには言えると思います。で、まあ、おそらくその次に聞いているのが、C は単純に、単語の N グラムっていうのが、組成として聞いているということが、まあ、この表から分かります。なんでその、時系列データか、あ、すいません、テキストデータから時系列データの、まあ、株価の変動であったりっていうのを予測させるときには、一番組成として聞くのが、まあ、単語っていうことを、まあ、この表は表しているものだと思います。はい。で、まあ、実際にその因果関係というのを抽出したですね、2つの章が、まあ、先ほども説明したと思うんですけど、あったと思うんですけど、で、まあ、抽出したものが、まあ、これになっています。で、まあ、例えば、この SYMB のこの3行目ですね、クリントンは、まあ、プレジデントクリントン大統領ですね。で、アンチュイストケース、まあ、これ、ハントラスト法、独占禁止法っていう意味らしいんですけど、僕ちょっとあんまり分からなかったんですけど、まあ、独占禁止法で、まあ、その政府が独占禁止法をマイクロソフトに対して行ったみたいな形の文書が入って、でそれはマイクロソフトにマッチして、でそのマイクロソフトにつられてですかね、アップルの株価が下がったみたいな形で、まあ、因果関係が、まあ、取れているっていうような形に、まあ、なっていますと。まあ、実際これ実際に抽出された因果率のそのチェーンですねになっていますと。はい、まあ、こんな感じになっています。まとめます。時系列データから原因を抽出して説明するタスクっていうのを、まあ、まず新たに定義してあげました。で、因果関係をつなげて説明するための章っていうのを提案しています。で、まあ、筆者らは今後はより正しい評価、この評価っていうのは、まあ、非常に難しくて、当然データを作る必要性がありますね、評価のためには。なんで、まあ、この評価を作るために各ドメインの、まあ、株価であったら株価のまあ、その大統領選挙だったら大統領選挙の各ドメインですね、ドメインの専門家によってより正しいデータセットっていうのを構築していきたいというふうに述べています。はい、以上であります。